ではお聞きください。後でね。ご視聴ありがとうございます。このオーシャンブリーズという曲ですね、吹いていてとても気持ちがいいし、感情もですね普通に入っていくんですね。メロディー部分はそんなに難しくないので、だいたい 4,5 日ぐらい練習すれば、あ、気持ちいい曲だなと、まあ、入り込めます。皆さんもぜひ吹いてみてはどうでしょうか。今回使ったマウスピースはですね、これですね、リコーの B5 というものなんですね。リードはジャズセレクトの 3S を使いました。
この新しいやつですね。で、このマウスピースはだいたい5000円前後ぐらいでね、買えるんで、とても安いのにハイバフなんですね。で、高音も出やすいし、とても気に入ってます。ところでこの頃思うんですけどもね、ソプラノサックスをやってる人はあのケニー G の曲を吹くのがとても勉強になるんじゃないかなと、思ってるんですね。アドリブ部分を除いたところはですね、もうほぼポップスのようなメロディーが多いですから、ジャズは難しいなと思っている人には向いているのではないでしょうか。ケニー G の曲って、スムースジャズというよりはですね、どちらかというとポップス寄りのスムースジャズっていう感じが私はしてます。で、私の場合はケニー G の曲を吹きたくて、サックスを始めたようなものなので、サックスを始めてだいたい2年もしないぐらいですかね、もうケニー G の曲を練習していました。でもその前からね、 EWE を使って練習はしてたんですけどね。そして、やっとこの頃ですね、ケニー G の曲を楽しみながら練習できるようになってきたのかなという気がします。皆さんもぜひ私のサブチャンネルサムケンミュージックで、公開しているケニー G のカラオケで練習してみていただければ嬉しいです。ところでですね、いつの間にか3月になって、春らしさも感じられる今日この頃ですね、後院矢の落としという感じで、もうね、仕事も辞めて毎日が自由で、何をやっても何をやらなくても、そういう日が続くと、毎日があっという間に過ぎていきます。サックスの練習は、時間はそんなに長くはないんですけれどもね、ほぼ毎日できてると思います。やはりサックスをですね、3、4日も吹かないっていうことはなくなったので、唇のこの感触もいいですしね、今日は音がいいななんて思う時がだんだん多くなりました。皆さんもできるだけマウスピースを口に加えないっていう日がないように頑張っていきましょう。ということで、3月のチャレンジ曲でした。では次回また、さらばでござる。